リゾートスタイル。東京ディズニーリゾートではこの冬もファンタジーあふれる様々なプログラムが盛りだくさん。昼も夜もディズニーの魔法がたっぷり詰まったパークで思う存分楽しみましょう。東京ディズニーランドでは1月13日から3月17日まで冬の恒例となったスペシャルイベント、アナとエルサのフローズンファンタジーを開催。パークの至る所に氷のお城をイメージしたデコレーションやフォトロケーションが登場し、訪れたゲストを映画の世界へと誘います。パレードルートではディズニー映画アナと雪の女王をテーマにしたフローズンファンタジーパレードを公演。アナやエルサがたくさんの仲間たちを連れて今年もパークにやってきました。パレードの途中、エルサは魔法でたくさんの雪を降らせます。光きらめく雪が舞う美しいパレードをぜひお楽しみください。夜になるとシンデレラ城が美しい輝きに満ち溢れるフローズンフォーエバーを公演。躍動感あふれる光と花火で数々の名場面が蘇ります。ここでしか味わえない感動的なフィナーレをぜひお楽しみください。スペシャルグッズも見逃せません。愉快な表情のオラフやスノーギースなど可愛いグッズがたくさん。パークの体験をより華やかに彩りますよ。スペシャルメニューもアナと雪の女王の世界を楽しめるスペシャルセットがたくさん。全部食べたくなっちゃいますよね。寒い冬もホットな感動に満ち溢れたパークをぜひ楽しんでみてくださいね。ウエスタンランドにキャンプウッドジャックがニューオープン。ディズニーのコミックブックに登場したジュニアウッドジャックをテーマにした新エリアです。ここに来れば元気いっぱいのドナルドダックとデイジーダックに会えますよ。コスチュームはここでしか見ることのできない特別仕様。二人ともかわいい。お腹が空いたらアメリカ川の景色を眺めながら食事も楽しめます。ウエスタンランドのキャンプウッドジャックにぜひ遊びに来てね。東京ディズニーシーではウィッシュをテーマにスタートした東京ディズニーシー15周年ザ・イヤー・オブ・ウィッシュがいよいよグランドフィナーレを迎えます。メディテレーニアンハーバー全域で実施されるクリスタルウィッシュジャーニーシャインオンではディズニーの仲間たちがそれぞれの願いや願うことの大切さを伝えながら未来へと続く新たな出発をゲストと一緒にお祝いします。フィナーレではシャボン玉が舞い上がり花火が次々と打ち上がる中、壮大で華やかな旅立ちを迎えます。さらにグランドフィナーレ期間限定で夜間公演を実施。夜ならではのクリスタルの輝きに満ちたショーをお楽しみいただけます。またエントランスのミッキーマウスとディズニーの仲間たちが乗るウィング・オブ・ウィッシュ号のフォトロケーションやクリスタルコンパスをかざすとゲストのウィッシュに音と光で反応するクリスタルポイントもパーク内の7カ所でお楽しみいただけます。スペシャルグッズも15周年一色に。店内には15周年のコスチュームを着たミッキーマウスやミニーマウスのぬいぐるみなど可愛いグッズが盛りだくさん。スペシャルメニューも15周年をイメージしたコース料理や様々なスーベニア付きのメニューなど、グランドフィナーレにふさわしい華やかで美味しいメニューを味わえますよ。アトラクションも見逃せない。この時期だけのスペシャルバージョン、タワーオブテラーレベル13シャドウオブシリキが今年も登場。
落下回数が増え、特殊効果も加わった最強の恐怖に挑戦して、家族や友人と一緒に絶叫してみてはいかがですか？東京ディズニーリゾートでは遊び方に応じて様々なチケットをご用意しています。マルチデーパスポートは日数が増えるほどお得、3日目からは両方のパークを自由に行き来できます。スターライトパスポートは土日祝日午後3時から、アフターシックスパスポートは平日午後6時からご入園できます。そしてイクスピアリ1階にある東京ディズニーリゾートチケットセンターでもチケットはご購入いただけます。取扱サービスは2つのパークの前売りチケット、ギフトカードの販売、各種年間パスポート引換券の販売および作成、ファンダフルディズニーの入会申し込みです。物語とエンターテインメントにあふれる街、イクスピアリ。魅力あふれるショップやレストランは140店にも及び、街の中では季節に合わせたイベントやショーなど、驚きと発見に満ちた楽しみが盛りだくさん。対象チケットを見せると特典が受けられるチケットでお得なサービスを利用すれば、より充実した時間をお過ごしいただけます。詳しくはパンフレットをご覧ください。東京ディズニーリゾート内の移動に便利なのがディズニーリゾートライン。2つのパークを囲むように運行し、4つのステーションに停車します。 JR 舞浜駅をはじめ、東京ディズニーランド、東京ディズニーリゾートオフィシャルホテル、東京ディズニーシーなど、東京ディズニーリゾートの各施設を移動することができます。1月13日からアナとエルサや仲間たちがデザインされたラッピングモノレールを運行し、リゾートゲートウェイステーションではイベントに連動したデコレーションが初登場。そして期間限定デザインのフリー切符は、アナとエルサのフローズンファンタジーとスウィートダッフィーをイメージしたデザインを販売。さらに利用開始日が異なるフリー切符を3枚集めると、ここでしか手に入らないオリジナルピンがもらえます。東京ディズニーシー15周年デザインフリー切符もまだまだ手に入ります。こちらもチェックしてくださいね。ここではディズニーの魔法に包まれた4つのホテルをご紹介いたします。1930年代のアメリカがテーマのディズニーアンバサダーホテル、アールデコとディズニーの魔法が溶け合うくつろぎの空間です。イベント期間中、ハイピリオンラウンジではアナとエルサのフローズンファンタジーと連動したメニューをお楽しみいただけます。またルームキーもこの時期だけの限定デザインに。冷めることのない夢のひとときをぜひお過ごしください。古き良きイタリアの風情に包まれた東京ディズニーシーホテルミラコスタ、一歩中に足を踏み入れると冒険と発見の航海が続く世界が広がっています。各レストランではイベントに合わせたこの時期ならではのメニューをご用意し、皆様のご来店をお待ちしています。ディズニーの魔法に包まれた優雅な時間を堪能してください。ファンタジーあふれるディズニーホテル、東京ディズニーランドホテル。ディズニー映画の世界観が広がる客室に入れば、物語の主人公になった気分を味わえます。イベント期間中はアナとエルサのフローズンファンタジーの世界観をイメージしたメニューをご用意するとともに、ルームキーもこの時期だけの限定デザインに。
切な人と一緒に楽しい時間をお過ごしください。新浦安エリアに新たなディズニーホテルがオープン。パークまで15分で着く便利なウィッシュ&ディスカバーシャトルも登場。東京ディズニーセレブレーションホテルはウィッシュとディスカバーの2棟で構成されています。東京ディズニーセレブレーションホテルウィッシュのテーマは夢やファンタジー。パークでの感動を思い起こさせる空間が広がっています。ロビーにはアリスのティーパーティーをイメージしたソファーが置かれ、客室にはディズニーの仲間たちが楽しむ様子を描いたカラフルなアートなど、パークの余韻を失わず楽しめます。そして東京ディズニーセレブレーションホテルディスカバーは冒険や発見がテーマ。パークへの期待に胸を膨らませる空間が広がっています。ワクワクするような冒険の興奮や発見の喜びを味わえ、まるで探検家のような気分を満喫することができますよ。思い出に残る快適なリゾートステイをぜひお楽しみください。レストランのお問い合わせ、ディズニーホテルのご予約に関するお問い合わせはこちらまで。東京ディズニーリゾート内に位置する6つの東京ディズニーリゾートオフィシャルホテル。オフィシャルの名にふさわしい優雅な空間は、訪れた皆様に快適で贅沢なひとときをご提供し、パークでの夢の体験をサポートいたします。ファミリー向けのホテルからハイグレードなアーバンリゾートホテルまで、さまざまなホテルがあり、それぞれ抜群のロケーションを兼ね備えています。ホテルからパークへの交通はディズニーリゾートクルーザーが便利です。各ホテルからディズニーリゾートラインのベイサイドステーションまで無料にてご利用いただけます。いかがでしたか？さあ、あなたも素敵な夢の時間をお過ごしください。お問い合わせ、ご予約はご覧の番号まで。
冒険にはいつも危険がつきもの。勇猛果敢なあなたの瞬間写真はいかが？父の面目丸つぶれね。やっぱり女の子はアリエルに憧れるのね。きっと忘れられない思い出ができたんじゃない？さあ、最高の思い出を写真という形に残しましょう。東京ディズニーリゾートのフォトサービスであなただけの思い出を写真に残してください。